はい、それでは始めます。皆さんこんにちは。レクセン銀講師の唐澤と申します。どうぞよろしくお願いします。えー、ただいまからですね、えー、2020年のですね、消費生活アドバイザーのですね、えー、一次試験、えー、行われてですね、えー、その一次の発表ということがなされてですね、えー、いち早くあの数字の方が産業協会様から出ていますので。 この状況をですね、簡単にご報告するとともに、ですね、合格された方、ですね、見事一次試験を突破して、ですね、これから最終合格ということで、二次試験に臨んでいかれる方ですね、ここに向けて、ですね、少しでもお役立ちできるようなですね、情報が提供できればというふうに思っております。 はい、えー、2020年の10月30日ですかね、えー、一般在来本人、日本産業協会様のですね消費生活アドバイザー一次試験ですね、一次試験、えー、これをですね、えー、合格者、受験番号の下の4桁のみ、えー、という形ですけれども、公表がなされたということで、ですね、えーまあ、数字のところですね、<laughs> えー、受験したよと。 いう人1,449名に対してですね一時突破ということが865名ということでですね合格率59.7%という形でですね合格率に関してはですね昨年2019年これを上回る数字になったということでございます。で この表はちょっと弊社ね、独自に見立てを立てたですね、表となってです、ね、必ずしもこの,あの、なんて言いますか、弊社の、これね、2019年と2020年のちょっと比較をしてみようと、出願者とかですね、まだ公表されてないデータも最近のものはあったりするわけですけれども、でそれを受けてですね、ちょっと予測してみようというようなことをですね、表にしたものなんですけれども、そうですね、クローズアップするべき数字はやっぱりここですかね。 いいですか、2019年に対して2020年で2020年予測で1行目が19年で2行目が20年で20年どうなっていくかっていう予測が一番下というふうになっているんですが <laughs> えっとですね受験に対する合格者受験者に対する合格者と。 ということで、えー、これともにまあね伸びている感じで、率も伸びているというような形になってまいります。いうような形になってやるということですね。えー、つまり何が言いたいかというとですね、ここから読み取れるものは、あのもちろんね合格者をどんどん増やしてですね活躍していく人というのを増やしていきたいと。 いうようよな試験委員側のですね、えー、意図も考えられるんですけれどもあのもう一つの可能性、えー、としてはですねあの比較的あの難しい問題を出しているはずなんだけれど同じくらいの合格率にしようと思ってはいたんだけれども受験生が思いのほかね、えー、おできになる方が多くてですねえちょっと合格させすぎたんじゃないかっていうふうに、えー、取れる可能性もあります。そこで 合格者二次試験の最終的な合格者というのが528と昨年は2019年はなっていたわけなんですけれどもそうすると。 2019年の一次合格の数字からするとこれは60.3%の合格率ということになるわけなんですけれども875に対して528ということでですね合格者をもし同じようなくらいで着地させるのであれば数字を着地させるこれ予測ですよここの予測ですよ。させるのであればですね、えー 二次試験の合格率というのは、四十六点六パーセントくらいに落ちなければならないというかですね。その合格者の数を合わせていく。 っていう方針であるとしたらで思いのほか一次試験でですね合わせようとしたのにだい五十い50%弱くらいに合わせようとしたのに10ポイントも多くお出来になって,なってしまったとかいいことなんですけどね、えー、合格者が廃止されたことからですねつまり何かというと論文を厳しく採点してくる可能性はありえるということがですね言えるかというふうに思います。そこでですね あのやはり、えー、こういった、ね、難しい問題を突破してきたあ方々、えー、この方々の中でのですね、まあ、戦いになっていくということで、えー、合格率もですねもしかするとちょっと難しくなるう厳しく採点するというような傾向が予測されることからですねやはりこれは慢心せずですね、えー、論文対策ということをしっかり、えー、こうやっていくということがあの必要になってまいりますすねねそ <laughs> そここでででですね。そこでですね まあ弊社でえご用意をさせていただきましたえ新しくですねリニューアルというかあの開発させていただいてえ消費生活アドバイザーのですね二次試験を合格していただくため二次試験の論文式試験を突破していく対策していくということのためにですね弊社の方で開発したあの。した。 商品の方ですねご案内をさせていただきたいというふうに思います。まずですね弊社は資格試験受験指導歴40年以上ということで、まあ、正確には42年、えー、以上ですかね、えー、経っているわけなんですけれどももともと弊社、えー、レック東京リーガルマインドというのはですね、まあ、論文で最難関の司法試験、えー、弁護士を目指していく司法試験ですね。 えー、この論文を突破するための、まあ、予備校として、えー、非常に大きくなった予備校でございましてですね、まあ、論文ということに関しては本当に、えー、何十年もこう培われてきた対策のノウハウがあるということでですね、えー、二次試験のスピード合格講座といったものをですね開講してきたということになります。ではではすね、えー、どういった いいいった中身にななているかというとうここれですねねごめんなさい、ね、この資料パンフレットがあるんですけれどもこれでお手持ちにない方はですねちょっと手元にないなという方はあの資料をお送りすることもできますからね資料をお送りすることもできますあの当然できますレックの、ね、コールセンターの方ですねあのお問い合わせをいただけましたらちょっと消費生活アドバイザーの二次試験のパンフレット 欲しいんですけどっていうことで言っていただければですねあの発送の方をさせていただきますしまたホームページでもですね比較的詳しくですねレックのホームページでもあの掲載をさせていただいてますのでですねまあ、コールセンターで資料をお取り寄せになるか、えー、ホームページに書かれた案内をですね、えー、ご覧いただいてですねぜひこれ対策講座ですね使っていただきたいなというふうに思っていますコールセンターお電話の場合は0570-064-464 資料をお電話で請求なさる場合ですねこちらのお電話の方にかけて頂ければというふうに思います <coughs> では、まあ、こういった資料ですね、まあ、お取り寄せにならないまでもあのこう伝わるようにですねこの画面を使ってですねご説明したいと思いますけれどもちょっと開くとですねあの まさかのというかですねあの弊社の代表取締役会長創業者ですねレックの創業者反町勝夫がですねあのこの消費生活アドバイザーというです、ね、あのこの資格試験の 非常に優れた試験というか大切なことを勉強する試験ということでですねまさにこの、まあ、弁護士会計士税理士社会保険労務士行政書士などですねもう本当に難関試験、まあ、あのメインは弁護士なんですけれども取得をしている合格をしているですねこの反町チが自らですね自らこの消費生活アドバイザーの二次試験を突破していく皆様ですね これから挑戦してですね二次試験を頑張ってやっていこうということですねその方のためにですねレックの創業者であるソリマチカツがですねあの消費生活アドバイザーの論文式試験突破していくための特別な講演というものをですねや展開をしております展開をしております でそのほかに、まあ、私もですね、まあ、技術的なことというか、あのー、消費生活アドバイザーにまあ特化したあようなあ過去問を解説するなどをしているわけなんですけれどもまず、ですねこの反町勝夫代表取締役会長がですね入ってくると、入って直接ですね指導している授業を聞けますよということですね。まあ、これもホームページでも一部です、ね、一部その様子を見ることができますので。 えー、YouTube なんかででもですね確認をしていただいてですねあそうなんだそういう深い理解があったんだとかですね新しい発見をしていただいてですね見,て見つけていただいて、えー、こちらの講座もしよろしければですね本格的に勉強していただければというふうに思いますね。はいまあ、大きくやることがあその反町活夫の特別講義においてはですね パートの方はですね大きく3つに分かれていてですね「えー、職業的専門家集団とレックの役割」ということで、まあ、いわゆる消費生活アドバイザーがそもそも国家にとってどういうふうな必要なのかとどうして必要なのかとどういう役割を果たしていくのかということからですね。ということは論文で書くときというのはこういうスタンスを持って勉強しておかなければいけないというようなね 根本的なことからまずお話をしでえねあとは論文の書き方のノウハウということで、まあ、特にですねあの司法試験を目指すような難関の試験にもですね対応してきているこの論文のノウハウですね反町の持っているこの論文のノウハウといったものをですね授業で展開をしているといった形になってきます。あとはなんとはいってもこのね 一番この深い理解というかきちんと趣旨を理解した上で運用すると法律というものはですねかなり難しいところがあるかと思いますけれどもこの法律学の入門というかですね あのいきなりこうテキストを読んでですねなかなか理解しづらいなとこれどういう意味なんだろうなっていうね、えー、法律学を勉強するとですねそういったあのちょっとお悩みに、えー、遭遇することがよくあるんですけれども、えー、そもそも法律の基本的な考え方、えー、そのテキストに書いてあるその前提としてですね、えー、どういったようなあ基本的な考え方を持ってです、ね、法律というのは捉えていくのかっていうような 本当にこう入門の入門こう,こういうのが一番難しいんですけどね予備校を作るのがですね誰も書いてる人がいないのであのそこをですね、えー、噛み砕いて、えー、説明をしていくというようなあ構成になってくるということですね、えー、私どもがあの提供するこの講座を買っていただくとこのまさにですね反、えー、町か活動がですね直接指導をしているというようなパートですね、えー、これを扱っていくことになるということです。 さらに私もですねエレクセニー講師としてですね、えー、この前のページになるんですけどこの反町があるこの前のページになるんですけれども <laughs> はい <laughs> 主に大きく2つのパートに分けてまあ論文の書き方というかですねそ,そもそもあの何て言いますかねこの反町がやるのはより一歩進んだ より一歩進んだこう光る答案になるためにどうすればいいかみたいなんですね結構、まあ、あのレベルとしては高い内容を扱っていくんですけれども私のパートではそもそも日本語あの日本語として成立していないような文章を載せてしまうとあの内容が頭で分かっていたとしてもですよ頭で内容が分かっていたとしてもそもそもですねこういうふうに原稿の使い方し原稿用紙の使い方しちゃいけないよねとかですね えこういうあのテニオ派の打ち方をすると意味がいろんなあ意味になっちゃって抽象的というかねその具体的じゃないというか、えー、意味がよく伝わらない多義的になってしまってですねあの何が言いたいのかよくわからないみたいな、えー、そういう日本語をそもそもですね、えー、正しく書けるようにするっていうノウハウどちらかというと初級の初級みたいな部分をですね私のこの論文の書き方というところでですね対応させていただくと。 あとは2019年の全く同じ問題というのはあの出題される可能性は低いんですけれどもいやそうは言っても過去問を題材として過去問を題材としてどういうレベルまで書けばいいのかどんなふうに書いていったらいいのかということをです、ね、模範回答とともに解説をしていくというです、ね、大きく2つのパートに分かれるということですね。60分分かけるる回あと。 いう形でですねえ勉強していただくことになるとはい今あのちょっと透明に、ね、えさせていただきますと反町、まあの特別講義ですねこの司法試験突破のためのノウハウを作ってきた反町による特別講義えそれからえ私の方でもですねあの論文の書き方やえ2019年の過去問解説を通じてですねどういうふうに書いていったらいいのかとそもそもお意味が通る日本語ってどうやって書けばいいのかっていうのはですね えー、これらを網羅していくものになると2次試験スピード合格講座ですね、えー、これらが全部ついてきますよと全部ついてきますよということでですね、まあ、勉強していただくパターンとしては勉強してい Web パ,パソコン上で、えー、今この動画を見ていただいているようにですね、あのー、動画の方にアップされて Web で見ていくということになります。 ではちょっとですね、えー、今ご紹介をしたご紹介をしたあこの講座で、えー、ちょっと使っていく教材群をですね、えー、少しお見せしておきましょうかねはい まず先ほど申し上げたソリマチによる特別講義ですねソリマチ直々にですね、まあ、やっていく、あのー、特別講義の内容、まあ、レックの役割論文のそもそも光る論文の書き方っていうところと、まあ、法律の入門法律の基礎の基礎みたいなですね教材がついてくるということですね。まあ、歴史的な、ね、背景から マックス・ウェーバーさんの時代というところから遡ってですね特に消費生活アドバイザー試験の性格社会からどういうふうに必要とされている試験なのかということということは問題に対して対応していく時もこういうスタンスを持って答案を作成しなきゃいけないというようなですねこの解説動画付きで解説をしていくということになります。 ついて、まあ、法律学の入門ということで、まあ、法律学ですねそもそも要件効果とかですね、えー、趣旨とか何だったのかなとかですねもうとにかく法とは何かっていうような本当に根本的なところからですね、えー、解説をしていくということになりますあとはね例えばね定義ってどういう意味ですかって定義の定義とかですねなんかすごい哲学的なことなんですけれどもそもそも定義ってどういう意味なんだろうみたいなですね 本当にこの教科書で当たり前のように使っている言葉を一個前にさかのぼってですね前段から説明するというか背景から説明するというかですねなかなかこうあの本当に勉強した人物じゃないとですねちょっと書けないというか断言できないというようなですね中身も取り扱っていくということでですね非常にまあ充実したあの教養を深めるという意味でもですね非常に充実した内容になっていると。 いうことです更、はい、に私のパートでは私の解説をするパートでは「怖くない論作文」というですね怖くないい論作文というこういった教材を用いてですねあのー、そもそも意味が伝わる日本語にするために正しい日本語を書くためにどうすればいいか。 えー、これを解説していくでこれは消費生活アドバイザーで当然使えるし、えー、いわゆる論作文というものがあるう試験科目についてはですね、えーまあ、共通した分野というかあの共通項というかあらゆる論作文、えー、どんな論作文が出されてもこの共通部分は外せないよねというようなあのいわゆる日本語のマナーというか日本語の正しい知識というか、えー、そういったことをまあ学んでいくと。 いうなうな教材になっているちょっとね書き込みがあったりしてねあの皆さんこれ授業中にはですねこの書き込みをこうやって大きく写したりしてですねあの書き込みをこう一緒にメモしていただきながらですね、えーまあ、やっていくっていうような方向になっているというものですね。で続いて <laughs> 消費生活アドバイザーの2019年の論文式試験の模範回答プラス解説冊子というものをお付けして、えー、これも解説をしながらですね進めていくと。 いうことになります。はい。ね、えー、実際に出題された問題がありました。<laughs> 実際にまず出題された問題そのもの、2019年のそのものをですねまずやると。で、えー、この問題質問の意図は何なんだろう？問題の意図は何なんだろう？っていうね、まず分析をするっていうような項目がある。えー、そして <laughs> 回答の例。 ね、実際にこういうふうに書けばよかったんだっていうふうにですね、えー、回答の例が載っているということ。でまためくっていくと今度は関連の予備知識ということでですね、えー、去年出題された問題がそのものズバリですね全く同じ言葉で出ることは少ないんですけれどもこれにまつわってですね周辺の知識も入れていくということで来年の試験次の試験に対してもですね応用力が身についていくと。 いうことですね。非常に詳しくですね解説をしているということになります。であとはですねあのポイントとしては。 単なる知識をを入れるるだけといいいうよりは長文文章を短い文章短にする方法、ね、知識がある人ってですね意外と800文字以内で書いてくださいとか言われてもですね知識が結構有り余っていて1,500文字ぐらいになっちゃったりですね倍ぐらいになっちゃったりですねしてえどうやって削ればいいんだろうとかねえ分かんなくなっちゃう人のためのこういったアドバイス単なる知識だけではなくてですね、えー、こうコツというか論文を対策していくためのコツというか。 えー、こういったこともですね、えー、掲載をさせていただくということですね。まあ、このようにして進んでいくですね。また、はい、問題がある分析をするで回答例がある回答例があるでめくっていくとあのねこうワンポイント作成上の留意点論文を作成する上での留意点と。 いったようなですねで予備知識はたまにこう、ね、消費者庁このホームページ見るとですねあの関連情報載ってるよとかですね知識の補充もできていくというような形で構成されているということですね。はいであの私のパートで使っていくこの怖くない論作文というものですね。 ここにあの実際の授業の中でですね申し上げたあ「論文の対策はこうやってやっていったらいいですよ」っていうね対策をまとめたこのレジュメ的なものをですね用意しましたのでここでもですねちょっとね共有をさせていただこうかなというふうに思っていますね。大きくまあ3つのパートというか、まあ、学問上の知識ですね学問上の知識いわゆる教科書に書いてある知識と。 こういういものに関しては、日本産業協会様の公式テキストとか卓一の過去問とかですね弊社から例えば用意した卓一用に用意した予想問題とかですね、まあ、いろいろあるんですけれども,も卓一の範囲内卓一の範囲内の学問知識で十分ですよと十分。ね あのー、どちらかというとその択一で出るようなあよく見かけるような重要なあ問題に関して、えー、それを丸伐を判断できるではなくて0から1を作り上げる、えー、なかったものを書,き書くまっさらな状態に紙で言葉で起こせるほどですね精度を高める精度の範囲ではないんです。範囲は狭くていい範囲は狭くていいというかその広げなくていい。 択一以上のことをやってですね、えさらに精度をゼロから一をかけるような精度にしていったらですね。これはもう途方もないことであって、とてもね、あの一、ー、人の人間が一年でやれるようなものじゃありません。むしろ、択一の範囲、範囲としては択一。でも、精度、深く、深く、正確にですね。かけるようにする、というようなえ、こういう心構えですね。必要で。 えー、正しく伝わる日本語ということで、えー、ここが本講座と書いてありますけど私が担当するですね、えー、私が担当する正しく、えー、伝わる日本語とこの怖くない論作文というようなものを用いたですねこの本講座をご利用いただくと。 でさらに磨きをかけた論文の書き方ということで先ほどの特別講座ですね反町勝夫代表取締役会長がですね自らあの作り上げたこの特別講座というのがついてきますので講座ついてきますのでねこれをご利用をだければというふうに思いますでこれらを経た上でですねもう知識十分書き方それから優れた論文の書き方これらが網羅されるということですねあとは実際に書く、 書けるということが重要ですから、えー、模範答案等をですね読んでいただいてあこういうふうに書くんだっていうことを見ていただくとともに実際に問題にチャレンジしてですね解いてみる書いてみるということですね、えー、予想問題を例えば論文用の予想問題を例えば別途購入をしていただいて書いていただくというようなことですね で、えー、この論文用の予想問題ですねちょっとお持ちでなかった方はこれは別途ですねあのぜひ購入をいただいてですねあのお使いいただきたいというふうに思うわけなんですけれども弊社から出しております、えー、消費生活アドバイザーですね2、えー、次試験の対策のですね、この論文式試験に対応していくと。 ということでどういう本かというと論文まず試験に役立つ重要なフレーズまずは知識ですよね論文試験に役立つまず知識がなければあの何も書けないですからテクニックだけあっても知識がないんであれば絶対書けないですからねまずその重要フレーズ重要なあのインプットすべき内容というのを勉強するさらに出題が予想される本試験形式の問題と回答例を掲載するという大きなね2本立てになっているということですね。 えー、重要フレーズに関しては重要フレーズに関してはねこれねちょっとスパルタ的に、えー、ちょっとね結構ね分量どうかな300400ページぐらいいってるかなあ300ページですねごめんなさい290ページ近くですかねまあちょっといってる本なんですけれどもね、えー いきなりこれね、まっさら全部消されてですね、全部いきなり書きなさいっていうとさすがにしんどいんですけどワンステップはまずですね、特に重要なキーワード書けますか重要なキーワード書けますかってあえて穴埋め問題をですね、まずステップ1でやっていただくとで、これがいいところなんですけれども見開きでですね見開きで文開、文開、文開ということですからすごい早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 い確認がすごい早いということですね。 えこういう、まず、穴埋めをやっていただく、穴埋め問題を解いていただくというのがワンステップですね。で、えー、後半ですね、えー、3回分だったか、3回分ですね、あのー、論文式試験、8問あるとして、28問ですね、3回分をですね、あのー、これ解いていただけるようにましているということですね。はい、えー、パンとこれ、問題、問題予測です。出題予想問題です、出題予想問題。 これに対してどう書けばいいんだろうっていうことをもうまっさらな状態から、まあ、原稿用紙別途用意していただくなりしてですね書いていただく。でめくっていただくとこの問題に対する回答といったものがシンプルに載っているということですね。このようにににしてぜひですね知識をさらに実際に 模範回答を読むとか書いてみるといったようなところでですね弊社の予想問題ですね、えー、使ってみていただければというふうに思います最後に、えー、お伝えをしました今最後の方でですね、えー、お伝えをいたしましたですね資材予想問題集というものはですね先ほどお見せしたこのパンフレットの一番後ろなんですけれどもこれですね 消費少子生活アドバイザーの第2次試験を突破していくための問題集ということでですね、論文式試験対策問題集ということで、まあ、税込み3850円という形でですね、まあ、売られていますので、特にね、知識の補充ということをしていきたいなという方はですね、別途、 おこちらの問題集の方ですね、えー、ご購入検討いただければと思いますこの注文がですね今あのー、一次試験が終わってから100件程度ですねご注文をいただいているなかなかこう人気の書籍になってきているというかですねあのー、なかなかあのー、皆さん、えー、受かられたなという風うになった方がですねあのー、多数ですね現時点で、えー、発表がある前かな発表がある直前にもう100件 1> 1件弱ぐらいですね、えー、もうご注文入ってますので発表があった後もさらにね、えー、お申し込み加速するかと思いますけれどもね是非、えー、これあのー、使っていただいてですね、えー、合格に向けて、えー、対策を取っていただきたいと思いますこのご注文に関してもこの書籍のご注文に関してもですねこのお電話からご注文することができます。消費生活アドバイザーのの次試験の問題書が欲しいよと いうふうふにですねおっしゃっていただければ、ですねコールセンターのオペレーターの方でですねあの対応をさせていただいて、えー、お支払い、振込用紙を送るなりですね、えー、などして、ご決済の方をしていただくようにしたいと思います。ははい、えー、それではですね 一次試験見事ですね突破して二次試験最終合格ですねこれ目指して頑張ろうという方ですねこれからもレ r e c の方でご支援させていただきたいと思いますのでですねよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。